さあ根田も後ろを見てどうでしょうか。中段から6番の高橋が上がっていきます。残り2周半ばです。さあ6番の高橋が先頭、2番手には1番の笠松、そして4番の吉村和幸、中部トリオが前段です。2番の根田隆が4番手のうち外、9番の中井俊介と並走状態。さあ中段の取り合いです。根田と9番の中井で4番手が並走、後ろもこうなりますと5番3番並走、ラストも8番7番が並走状態。第4コーナー回っていきます。さあ先行は高橋和也です。フル回転、番手は笠松、3番手4番の吉村和幸です。6番1番4番中部勢飛ばしていく、あとは後ろから9番中井はどうか。現在4番手までまくってきました。根田隆の方はちょっと内に進まれて出ていけない。9番の中井俊介のスピード、さあ中井がまくり切って先頭、あとは6番の高橋が粘っている。後ろ大混戦で直線だ、落車がありました。9番の中井がまくって先頭1着でゴールインです。あとは6番の高橋和也。